タジオジブリの映画かぐや姫の物語より久石譲の作品を中心に日本情緒あふれる曲で構成しました。冒頭では風で揺れる竹林に沖縄が分け入る幻想的な雰囲気を木管楽器とビブラフォンで奏でます。中間部では明るくどこか懐かしいメロディーで地上で自由の性を謳歌するかぐや姫の喜びを歌い上げます。クライマックスは切なく壮大なバラードで月へと帰っていくかぐや姫の出会い、別れ、そして成長を表現いたします。
私たち吹奏楽部は1年生26人、2年生27人、3年生13人の計66人で活動しています。昨年の2月から世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響により、この1年半の間、活動そのものの自粛や練習時間の短縮、合奏ができずパート練習だけが許可されるなど、さまざまな形の制約の中で活動を続けてきました。昨年はビデオ審査という形ではありましたが、マーチングコンテストの全国大会にも出場させていただきました。しかし新型コロナウイルスの影響により、大会や行事のほとんどがオンラインやビデオ審査への変更、あるいは2開催中止となり、本番を生で見てもらう多くの機会が失われたことは、私たちにとって大変悔しいことでした。そのため、未だ世の中が大変な状況でありながら、今日この日、観客の皆様にこうしてご披露できる機会を作らさせていただいたことを、吹奏楽部一同心より嬉しく思っています。改めて実感することのできた、当たり前のように仲間と練習できることや、お客さんに見ていただけることへの感謝を、一生に一度の時間、取り戻すこの瞬間、当たり前じゃないんだという演奏会テーマに込みました。本日見てきてくださった皆様に楽しんでいただけるように、全身全霊で演奏を演技します。さて、今年のステージ構成は例年とは違い、高校生およびグリフォンズとの合同演奏でお届けするコンサートステージ、一般メンバー高校生によるマーチングステージの2部構成でお届けします。次に演奏いたします曲は、1990年代の大人気アニメ美少女戦士セーラームーンの主題歌、ムーンライト伝説です。セーラームーンでは、月に変わったお仕置きよの決め台詞で、中学生の少女たちが太陽系惑星のセーラー戦士に変身し敵と戦います。そんなヒロインに当時の女の子は憧れ、主題歌もまた長年愛され続ける王道アニメソングとなりました。ロマンチックなメロディーと乙女心をくすぐる歌詞が魅力のこの曲を、吹奏楽ならではのきらびやかなサウンドとカラーガードの可愛らしいダンスでお楽しみください。それでは準備も整ったようです。現役高校生およびグリフォンズ一般メンバーとの合同演奏でお聴きいただきます。指揮は本校吹奏楽部顧問、萩原幸太郎です。Thank you.
1曲目に演奏いたしますのは、SMAP を代表するバラード曲、夜空の向こうです。切ないメロディーと、あの頃の未来に僕らは立っているのかなという歌詞から、未来が見えない暗い夜にも、この今があれからになるとき、きっと星がつかめるはず、きっと夜が明けるはずという希望を感じさせてくれる曲です。2曲目に演奏いたしますのは、バンプオブチキンの天体観測です。これから何かが始まりそうなイントロとアップテンポのメロディーは、流れ星を連想させ、天体観測で見えないものを見ようと望遠鏡を突っ込んだ懐かしい気持ちを思い出させてくれる疾走感あふれるナンバーです。それではどうぞ。Thank you.
しいダンスサウンドです。手拍子もあるのでぜひ皆さんご一緒にお楽しみください。それではどうぞ。